はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。立花事務局の中川敦史です。ベイコ先生です。よろしくお願いします。ではですね、はい、今日は超必見ですよ。浮気をしている人、不倫の人、はい、もしくは相手に新恋人ができてしまった人、はい、略奪愛の法則です、はい、大丈夫です。絶対に成功させるというですね略奪愛の、完全法則っていうのを今日はお伝えしていきたいと思います。皆さんがですね相手から恋人をバンと奪って、要は自分がナンバーワンになる方法ですから、はい、皆さんにナンバーワンになってもらいたいので、この動画を見ている人だけ、ぜひですねこれ実行していただいて成功をつかみ取っていただきたいと思います、はい。まあ、まず本題に入る前に、皆さんまだお受け取りしていない方にナンバーワンになる方法がずらっと90日間、実は復縁の方法、法則ですね、LINE の法則だったりとか、相手のデートの誘い方、そしてですね、相手が要は許してくれるとか距離を縮めるとかですね、もしくは立場の逆転の法則とかっていういろんなレパートリーがありますが、私たちが過去9年間ですね復縁の成功者をドバドバ輩出してきた90日間の完全無料のメルマガ、ステップメルマガっていうのがあります。これ無料です。無料で、皆さんにですね3ヶ月間で復縁を成功していただくために、私たちがもう寝ずに書き上げ続けてきたんですよ。記事で言うと、今までブログで2000何記事ぐらい書いてきてですね、本当に大変でした。それぐらい書き続けてきて、でさらに言うと動画で言うと今600本ぐらいあるらしいです。はい、それぐらいの動画の中から一番厳選されたやつっていうのをそのメルマガに落とし込んでいます。さらにですね、LINE に登録されている方っていうのは50本の復縁完全攻略音声ガイドっていうやつですね、音声版のデータで、50本分これも無料でお渡ししております。ぜひですねどうしようって悩まれている方はそちらをお受け取りいただいて、復縁活動にお役立てください。じゃあちょっと長くなりましたが本題ですね、はい、今日の本題お願いします、はい、今日は浮気されてる人だったりとか、はい、まあ、不倫は良くないですけど、まあ、不倫されてる方だったりとか、うん、一番になりたいけどなかなかなれないっていう人のお話をしていきたいと思うんですけど、うんうんうん、まずこれどうしたらいいのかな、うん、何を始めたらいいのかって皆さんわからないと思うんですよ、うん、でやっぱり好きだから好き好き好きって言ってしまうし、うん、俺だったら幸せにしてあげれるのにとかって言う一言を皆さん言ってないのかなって思ってるんですね。おー、はい、俺だったら幸せにしてあげられるの。そう、なるほど、確かに言いそう、言いそうじゃないですか、言っちゃいそう、はい、言いたいじゃないですかやっぱり、はいはい、そうだけどその一言ってやっぱり良くないですよっていうのがあるんですね。おー、なるほど、そうです、はいはい、でその一言言ってしまうと未練じゃないですけど、うん、俺だったらっていう言葉は、うん、その相手のことを悪く言っちゃう。ああ、言い換えると、はい、要はじゃあ小島さんに彼がいると、はいはい、で僕が略奪愛する新恋人っていうのは、はい、何？2番手であると、はい、この2号がいやいやいやあいつを差し置いて俺に来いよと、うん、俺が幸せにしてやるよっていうと、このこっちの1号の人をもしかしたらこう否定してるように聞こえちゃうっていうこと。そうです、そうです、そうです、確かに。そう、それだと良くないよっていうのがやっぱり今日はお伝えしたいなと思ってるんですね。じゃあそれをしなかったらどういう風に自分をアピールしたらいいんですかっていうことで、まずちょっとつまずくと思うんですけど、そういう場合っていうのはまずはシンプルに何でも話せるような仲になっていきましょうよっていうことなんですよ。何でも話せるような仲になっていきましょう、はい、そう、例えばじゃあ2号さんだとして、2号さんどうぞ2号でございます、はい、2号さんだとして、はい、ここでやっぱり溝ができちゃうじゃないですか、うん、ここ彼氏いるから話せないじゃないですか、うん、話せない。だけど一番大事なのってこことここで信頼関係を築いていくことが大事なんですよっていうことです。で、うん、仕事のことだったりとか、うん、ここできっと愚痴があると思うんですよ。まあお付き合いしてたらまずこれよくねなんかこう幸せそうな夫婦を見たりとかいません、はいはい、世の中、はい、いやお似合いだねとかっていうカップルがいたりとかするんだけど、どんなにお似合いで幸せそうな夫婦でも課題の一つや二つは抱えます。抱えます、みんな抱えてますね、はい、ね、ご結婚されて幸せそうにして、はい、円満そうだなと思っても、はい、最初良かったことが嫌になっちゃうと、なんかこう言ってたことを直してくれないことがどうしてもついつい頭に来ちゃうと、はい、いうことは誰しもが持つんです、
自分の人生やその恋愛に何かしらの不満を持ち続けていくのが人なので、これを聞ける人になろうよってことですよね。そうです、そうです、そうです。これを引き出した時に初めて彼以上の価値が自分に来るじゃないですか、はい、彼を落とさなくても。そうです、彼を落とさなくても私のこと一番分かってくれるのはこの人だってなった時に略奪が進んでるっていうことですよね。はい、そうです。おお、すごいしたたかな戦略ですね、はい、ね、はい、でその時に、まあ、こう愚痴を言った時に、うん、まあ、やめときなよとかって言うじゃないですか、うん、その時に言ってほしい言葉がありまして、うん、でまずはそんなことがあったんだね、うん、辛かったよってまずこう共感と同調とかってするじゃないですか、うんうんうん、でも〇〇さんが選んだ人だからきっといい人だと思うよと相手のことを少し上げるっていうのが大事なんですよ。あ、なるほど、はい、これは今その悔しい2号で悔しいけど、うん、1号の悪口だけは絶対に言わないって決めて付き合っていくと、はい、その小島さんが選んだ人なんだからきっと素敵な人なんでしょう、うん、それもなんか、ね、意味があるんじゃないのみたいな感じでフォローしてあげると。そうです、そうです。もうそうするとそれいいんですか。でもなんか不安ですよこっちは、はい、そんなこと言っていいのみたいなね。不安ですよね。不安だと思うんだけど、それも私の理解者ってなるじゃないですか。自分のやっぱりこう否定的なことをされるとこう否定的な言葉っていう言われてしまうと、相手にとって この2号さんがやっぱりなんていうの、悪者みたいになっちゃうんですよ。だし、まあ、こう人間って心理的防衛反応って動くんですけど、なんでこの人の悪口を言っちゃうんだろうなって思っちゃう。自分で悪口を言ったくせに。なるほどね。そう、なんで言われなきゃいけないの。あ、そういう心理が、要は心理的に、これはもう心理学の話ですよね、はい、脳科学とか。要はこう反射反応っていうのかな、こう自分がこうパンってきた時に自分も本当はその人の悪口言ってたのに、うん、その悪口を言ってた自分がその後ろの人をバカに誰か他人にね、うん、された時にいや違うぞってこと、この刀をこう引っ込めてお前何言ってんだっていう風になっちゃうと。そうね、そうね、面白い、はいはい、そうなっちゃうからそうならないようにしようねって思ってるんですよ、うん、はい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 、なるほどね。これが略奪愛の、うん、まず徹底的に相手を奪い取る、相手の心を奪うってことですよね。相手が一番、あなたが一番ですよってメロメロな状態にするまでにはまず愛よりも信頼を勝ち取りましょうっていうこと、はい、ここを重きにした時に一気に動き出していく。そういうことですね、はい、信頼勝ち取っちゃえばね、うん、もう動きますから感情が、感情が動きますから、はい、そうすると、うん、略奪愛がしやすくなるよっていうことですよね。あ、なるほどね、すごい。でもこれはあの結構鉄の法則というか、2号さんというかね、2番手になっちゃったら復縁でもあるんですよ。あの新しい恋人できちゃったなとかってなったら全然ダメじゃないです。チャンスなんです。チャンス、めちゃくちゃチャンスなんで、相手は恋愛をしたいって思ってるんですよ。恋愛をしたい、もしくは自分の一番を探したいと思って今もあなたと連絡を取っているんです。自分の一番大事な人を探してるんです。だからあなたも同じようにその大切な人、大事な人になって、あなたが一番になることは容易です。でそのチャンスをしっかり掴んでね、復縁の成功に向かっていただきたいなと思いますんで、ぜひ参考になったなという方はグッドボタンよろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。立花事務局の中川敦史と玲子先生でした。